女を生徒にするとは思い切りましたね。身元がどうあろうが、リリーであればリリーとして正当に扱われるべきじゃからな。影で探っている人たちもこれで表舞台に立たざるを得なくなるでしょうね。次回はユリちゃんを試練が襲います。頑張ってユリちゃん。この番組はアサルトリリープロジェクトの提供でお送りしました。今日もお疲れ様。続きはまた夢の中で。